私は農業理系学園の理事長、衣食住院雅子でございます。僕は執事のセバスチャンですね。この動画は知って得する農林水産業の豆知識ですの。ねえねえ、昔の人はお米を食べて着物を着てたわよね。急にどうしたの？なぜ私たちはパンを食べ洋服着てんのかしら。今から70数年前に第二次世界大戦があったわね。その後広まったのかしら。まあ今から100年近く前、パンや洋服は都会では日常のものだったのよ。まさか。農業用水がない地域もあちこちにあり、麦類や雑穀類、芋類などをたくさん食べていた農家さんも多かったのですよ。うどんや饅頭などにしていました。この饅頭がヒントになって、あんパンが明治時代に発明されて大人気になりました。そうするとパンはあんこのない饅頭っていう感覚？そうかもしれません。また昔の日本は軍隊もよく食べていました。火を使わずに食べられるからです。パンはおやつやミリ飯だったのか。大正7年にお米が高くて買えないと米騒動が発生し、様々な人がお米の代わりにパンを食べるように勧めました。このことをきっかけにドイツの方々の指導を得て、今でも全国的に有名なパン会社が誕生しています。その後も軍隊や米不足で困ってる人を救いたいと考える人々などが、パンはいいぞとパンを勧めたので、街ではパンが食事の一つに変化したの。日本人が日本人に勧めたんだ。特に陸軍が農村にもパン食を広めようとしました。なんでそこに力を注ぐのですかにゃん。農家がパンを気に入ったら、お米を収穫した後の秋冬の時期に小麦も作ってくれるだろうと考えたからなのですよ。ただこの時農家はあまり関心を示さなかったのですよ。じゃあなんでその後パンが広まったの？そうですね、食文化のご研究で大変有名なパコマリ先生にご指導いただければ嬉しいのですが。早速先生にご相談しますにゃん。出演を受けていただきましたにゃ。頑張りましたねセバスチャン。皆さんこんにちは。ここにあるのは大変有名な主婦の友という雑誌です。大正時代に創刊されました。どういう方が読者だったのですか？サラリーマンと結婚した女性です。つまり普通の女性向けね。いいえ違いますよ。サラリーマンは当時まだ新しい職業でした。農家や自営業とも工場労働者とも何もかもが違う暮らしです。サラリーマンと結婚した女性はどんな風に家庭を築いたらいいのか、周囲に見習う見本もなく悩んでいました。そんな悩める女性に一筋の光を与えたエポックメイキングな雑誌なんです。すると主婦という言葉も今とは意味が違うのでしょうか？そうですよ。主婦という言葉は明治半ばから使用されて、使用人が大勢いる家庭を采配する役割でした。主婦の友が創刊されたことにより、中流の女性たちが自分を主婦だと認識するようになりました。中流の女性たちは女中を一人二人雇ってはいますが、自分自身も家事を行います。ここから家事も行う妻たちの役割を主婦と呼ぶようになったのです。主婦の友は主婦という言葉を広め、大衆化させた雑誌だったのです。時代によって言葉の意味は随分変わるんですにゃ。昭和15年頃から海外に行く兵隊にお米を送るため、日本人はお米以外の食品を主食にしようという運動が官民挙げて盛んに行われるようになりました。これを節米と呼びます。兵隊にお米を送るため、どういうこと？戦前の日本は人口が増えすぎて、日本列島で生産される米だけでは足りないぐらいでした。台湾や韓国から送られる米を食べても、お米はまだ貴重でした。だから官民を挙げてお米の消費を減らす運動をしていたのです。お米は体や脳に良くないという説が広まったのもこの頃ですね。雑誌だけではなく、隣組の回覧や小説などでも広まりました。お米が貴重で手に入りにくいから、お米を悪い食べ物と信じることで心を慰めたのですにゃ。イソップ童話の酸っぱいブドウとそっくりですにゃ。戦争中に海路が封鎖されたので、タイパンなどの米が手に入らなくなり、飢餓が生じます。小麦粉に食品残渣などを混ぜておやきにしたり、大変苦労したんです。追い打ちをかけるように戦後も大凶作に見舞われたそうですね。海外の様々な人や団体が食料を送ったと聞きます。大石聡夫の混迷の中の飽食によると、 GHQ の担当者が米と味噌汁の給食を食べさせたいと言っていたそうです。米があまりないので、支援された食料は主に小麦などでした。それでパン給食になったのか。日本人は恩を忘れないですにゃ。食料をくれた方々へのご恩はずっと語り継ぎたいですにゃ。昭和27年に日本は晴れて独立国になります。しかし翌年とその翌年に天災が多発して、食料パニック寸前になりました。輸入米には発がん性のあるカビが見つかっていたので、都会の人は輸入小麦のパンを食べて、農村では小麦を栽培して国産小麦パンを食べて飢饉を回避しました。
パンのおかげで米を輸入しないで済んだのですね。昭和30年代からはお米が豊作になり、やっと国民の悲願が叶いました。日本人は過去最高の量のお米を食べました。昭和35年にパンを食べると頭が良くなるという本をタレント脳科学者が出版したって聞くけど、それはどうだったの？本は売れたけど、パン消費量にはあまり影響がなかったのよ。その頃消費が急増したのは特にインスタントラーメンなどの麺類なの。また小麦の消費量は昭和41年以降は微増だから、パンやラーメンはお米の敵ではないわ。お米の消費が減った本当の理由は前回の動画を見てね。日本のパンはヨーロッパからも影響を受けたのですよ。ある有名なチェーン店ではデンマークからデニッシュの技術を学びましたし、別の有名チェーンはフランスの有名なカルベル教授という職人からフランスパンの技術を学びました。そうやってパンの技術を一気に高めたのです。アメリカばかり見てたわけじゃないんだ。ええ、ヨーロッパの影響は大変大きかったのです。フランスパンを抱える姿は憧れの的となって、昭和40年代の雑誌を見ると写真やイラストがよく見かけられます。こうして今では世界で最高賞を取るパン職人が日本から続々現れています。研究熱心な方々のおかげで世界屈指のレベルになったのですね。様々な外国に関心を持っていろいろな文化を学んだのですね。ところで洋服の話の方はどうですね。都会の男性の場合、大正時代後半から昭和の初期にすでに洋服に切り替わっていました。農村はまだ着物でした。女性もモガと呼ばれるファッションリーダーを除くと着物が多かったのです。それでも都会の若い女性は昭和初期に洋服を着るようになりました。そして第二次世界大戦中に女性全員に洋服が奨励されました。なんで？国民も戦争に備えるために着物よりも動きやすい洋服を着るように勧められました。女性の場合、上はブラウス、下はモンペ。そんなじゃなくてダボダボしたズボンのことですにゃ。洋服は歩きやすい、動きやすい、洗濯もしやすい、家事がしやすいということに女性たちは気がつきました。戦後は普段は洋服、おしゃれするときは着物という風になりました。で、1960から70年代は着物ブームが起こりました。おしゃれな女性の衣装として流行りました。ですが値段の高い着物を売る店や着物教室が増えると、安い着物を自己流で着こなす方を悪く言う人たちが現れたんです。若い方は恐ろしくなり、それで成人式や卒業式の時だけ着物を着るようになったのね。まとめですね。日本人がパンを食べる理由は、戦前戦争中に政府や軍隊などにパンを勧められたからですにゃ。日本人が洋服を着る理由は、戦争中に洋服を勧められたからですにゃ。それから高価格路線になったからですにゃ。そうすると私たちは和食を食べて着物を着ればいいのね。そうではありませんわ。何を食べて何を着るかは一人一人が理性的に判断して選ぶもの。押し付けはいけません。和服マナーが厳しくなりすぎて着物が衰退したのを思い出してください。私は日本の農業を守るためにあえて米粉パンや国産小麦パンも食べますわ。輸入小麦パンでも中に入れる野菜や果物やお肉では国産を使用しているところがありますね。日本の農業を豊かにするためには様々な考え方が有効ですね。社会を良くしたいと考えるなら様々な視点を学ぶ必要があります。歴史や社会学、栄養学、経済学、様々な知識が必要ですね。いろいろな研究者が集まって、さまざまな立場から、難しいから考えるの無理。うそこさん、そういう発想も人生の一つの選択肢ですね。あら、嬉しい。その代わりあなたは不勉強なようだから、あなたの話は信用できませんね。そんな。うそこさんったら、ダメダメ。皆様もダメダメハニーはお気をつけください。見つけたら猫パンチを見舞いするにゃ。気に入ったらぜひ登録、いいねお願いしますにゃ。